疲れ。お疲れです。なんだ、久しぶりだな、視聴者みんな。この格好見るのが久しぶりですね。もうコメント欄に俺なんか出てほしくねえみたいなこと書いてないですよ。久しぶり言ったのは、絶対に俺は出るから。残念でした。久々にこの格好で、ちょっと俺もクソ暑いけどな。暑いですよね、この。暑い。まだこの時期は。暑いわ、地獄だわ。やってますね。やっとるよ。何で来たか知っとる？何で来たんすか今日。久々に来て動画にしたろうと思った理由。何ですか？のよ。はい。ここであの寺石 4.5 人かかるとか言ってるので。4.5 人く？約 5人。5人ですか？5人。5人は人間見といてくださいって。2日半。はい。なめんじゃねえよ。で文句言ったんだわ。まだあいつは何も分かってない。こんなもんお前1日半だろう言って。アポなしでいきなり。アポなしで来た。まあ話そうか。はい、行きましょう。何やっとん？カラボの塗装っすよ。屋根の塗装っす。屋根の塗装？屋根の塗装っす。これ今現状どういう段階？あ、サビ終わって中塗りですね。うん？中塗りですね。サビ終わって中塗り？中塗りっす。まあ、見たらわかるけどな。まあ見たらわかるっすね。見たらわかるっすね。普通に見たらわかるけどな。何これ？もうこれ何日でやるって言ったの？これ2日っすね。2日じゃないだろお前。2日半かなんかって言っとるらしいよ。3日くれって言っとるらしいじゃん。3日。ああ洗いもあるもんで。は？洗い1日で。洗い1日のあと2日。は？が塗装する。2日いらんだろお前。いや2人で。21だろ。行って21だろ。2人行って、いや視聴者の皆さんちょっとよくわからんけど21っていうのは最初の初日は2人で入って。はい。今日は1人でしょこんな。いやそんな。なあ。まあ寺木さんレベルだったら。行きますよね。いや1人区って大きいんだわ。まあね、一般の人も聞いとるであれだと思うんですけど、2万か2万5千ぐらいになってこんと、はい、1人区って大体それぐらいになってこなあかんじゃん、はい、そうなるとお前何やねんお前。こんなんできえぞお前。いやこれ大きいっすよ結構。2日半水洗い別で5人ってことか。5人かはないです。5人は見れんぞ俺。 4.5 っすね。なんで 4.5 っすね。なんでどこがそんなかかるんだじゃん。え洗浄はあの半日と。サビサビだったの？じゃそんなんじゃないじゃん。結構綺麗じゃん。いやサビサビじゃなかったですね。いやひどかったら分かるんですよ視聴者の皆さんね。いやあのサビサビでひどいもんで、ね、ケレンとか。ああケレンが大変、うん、ケレンが大変でした。だけど下塗りからすぐこんなもんねえだろお前別に。錆び取る感じじゃねえか。懸念した感じじゃねえ。割と綺麗ですよね。割と綺麗だろ。割と綺麗ですね。丸一日で下塗りでお前昨日何時に終わったんやんで。昨日はいっぱいかかったっすね。嘘つくなお前。2時3時ぐらいかかってっとうだろお前どうせ。ああよくご存知だろ。パート職人ですもんね。あそうパート職人なんですよ。パート職人って何？9時に来て。そんな時間単価で払えんだな。いやそういうことは、まあ、パート職人なの。いやパート職人30回行ったもんね。9時から6時間計算だな。6時間で2万。昨日はちょっと余裕だったもんで10時と昼の休憩はしっかり取っただろう。いや取ってないです。嘘つくなほんま。嘘つくなお前。もう見や分かるもん。見や分かる。こんなもんだって今日も一人で1日だろう。いや1日はちょっと、まあ、1人じゃ偉いな。1人じゃ偉い。2発入れなかった。2発入れなかった。だけど錆止めとまあ、一発のその何これ細かい刷毛は別としても半分いけたでしょ。半分はいけるんですね。昨日2人で。あいやその日は塗らないんですよ。なんで？下塗りだけは。で乾くでしょ。乾く。朝から行った。朝から行った。じゃあ朝からケツから追っていけるでいいよ別に。こう塗ってわかる視聴者の皆さん、こう塗ってこう戻ってたら関係ない。塗ったばかりのことこう行ってもとこう行っては別に関係ないから。朝から何時間巻くと4時間ぐらい空けばいいだろう。いや10時間空けるんですよ。はその日は開けるんですよ。そう錆塗った時は10時間開けなかん。いやいや1000液じゃそうだけど、だってうちなんか2液使っとるから4時間で十分乾くんですよ。あの1液使っとると、はい、なかなか乾かんない。でこんなもう錆止めで油性で2液だろ。2液ですね。めっちゃ早いやんか。あでも早いですよ。乾くの2時間だろ。2時間で乾いとるだろ。まあ表面は乾いとるですね。だから乗るとガチャガチャガチャって言うんですよ。あとはつくべちゃって4時間だった。4時間でもそのねちゃねちゃは言いますね。ただから乗れるは乗れるですけど。ああそういうことか。あとがつくんですねやっぱ。ああそういうことか。嫌だね。だで錆塗った後は壁じゃねえでな。絶対ならまだ4時間でもいいけど。あそうそうそう壁なら4時間5時間で5時間6時間だろう。だって朝からやったとして6時間って
で最後後半2時間だもんで中途半端になるの嫌なんですよね。中途半端じゃねえってお前ら勝手に決めんじゃねえよバカ野郎いや、すべてやることあるだろう、ハケだけ拾っとこうかとか細かじゃあ、いや、でもお客さんの目もあるんでお客さんだね。お客さん別に関係ねえじゃん。別に間違ったこと悪いことやっとったら怒られる。あれだし悪いことやってねえんだから。いやすぐ塗るのはあんまり。あ？当日？当日。ケツから？ケツから。よくない。やらない。サビだったら？やらない。サビなんて。今日でももう一発は塗りするだろ？あ、中塗りは塗りはやっちゃいます。あ、サビだ。下塗りだと。下塗り中塗りの間は、うん、あしっかり開けます。あ、そう。で中塗りは塗りは同じやつだもんで。それはなんで？それなんで教えてよ。もう俺も塗装職人やってないでわからんで。なんで？あお前もう久々に俺が来たもんね。お前あのなんかお前編集長とやってる時はなんか楽しそうにやってるけど俺が来たらもう顔がお前こわばっとるやん。テンション何？ガクーって落ちるんですよ。あ、これ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 何読んで、なんでサビ入れんの、なんで一日開けた方が間違いない、あのしっかり密着させたいんで、うん、あ密着でか、あやっぱり上から塗っちゃう、上から塗っても2液だもんで、だってさあの表面だけの乾燥だと悪いですね、うん、だけど1液じゃないもんで、1液って表面から乾いてるけど、まあ、2液って中から乾いてるじゃん、奥から要はな硬化剤で固まってるやつだから、硬化剤で固まってくるんですよ。だから別に上塗りかけたってちゃんと中から乾くじゃん。まあ乾くちゃ乾くんですけど、ただ足跡がつくっていうのは問題だよな。だってそれは5時間、ね、6時間でまだいやなる、朝やったやつはあのまだなるっすね。夕方歩いてもやっぱ姉ちゃんって言うんですよ。あ本当、ね、ちなみにこういうふうにまあサビもきっちりここのやつも入れとんな。めっちゃ綺麗。あ入れてますね。めっちゃ綺麗に入れとんな。しかも薄く塗ってるとムラムラになるじゃん。はい、ムラムラになってないじゃん。均等っすよね。均等塗ってる。たっぷりしっかり綺麗に塗っとるな。上塗りのごとく塗っとるな。そうそう、あの1枚だけボーンって下まで降りちゃうんです。あサビでもさってやるんだ。そうそう、あサビじゃない、サビで、まあ、出ちゃうんですよ。サビでしっかりやらんと。あそういうこと。サビでやらんと。サビでもサビが感じちゃうんですよ。あそういうこと。サビで跡が出ちゃうんで。あ逆にサビが一番出るんですよ。あこうやって例えばここまで半分塗ってこっちからまた半分別にするとここがまあ出るじゃん。出るとかと。だけど下塗りのサビをそれやっちゃうと上塗りに1回入れても出るんだ。出る、最終的には出るんです。あそう。中塗りは塗りはあんまり出ないですけど。そう。サビが一番出るんで。それが丸2日2人くれっていう理由。そう、それが理由なんですよ。それがありますよ。大して変わらんだろうって。いやそう、大事だよ。それいい仕事してるっていうのも大事だよ。まあまあぶっちゃけそうなんか怒ってもないんだけど。まあ、ネタじゃないで、まあ、寺岸とりあえずいじめたら面白いかなって、いや視聴者も喜ぶかなと思って、喜ばんですよ今日何やっとんのあいつ言ってたもんね。いやね、小工事だ、何もないなと思って。あ久々にいじめられた久しぶりですね。俺が来た時最初はお前全然気づいてない人に、お前出ない嫌な顔してた。俺下が見とったから、うわ本当に来たなってチラッチラッて見てましたもんね。見とったら全然お前俺がそうショック、乗っ取るな、誰だと思ったら社長じゃねえかって言った。また何言われるかなと思った。何言われるんだろうってしばらく気もかったもんね。嘘。まあでもそうか、まあじゃあ、ね、視聴者皆さん、まあ本当はあれだわ、あのサビと、まあ、上塗り2回ですけど、はい、まあ単純にペペって塗りゃね、本当に一般の人はこうやって思うと思うんだわ、あのぶっちゃけ。俺もだいたいまあね、職人やってないとはいえ塗装屋の会社やってるもんね、大体わかるけど、はい、まあ、見とるからね。そうですね、長い。そうそう。で俺もよう昔言っとったもん、こんなにかからんでしょとか、もう張り付いとったもん、電波で。張り付いとった。張り付いとった。丸一日とか。そう。あいや一日じゃないけど、もう朝昼晩とか行って。あ定期的に。ちょっと見て1時間とか見て、ああこれかかるな。こういう話をいろいろ聞いて。はい。まあ、それ手間食うなって。まあだけど昨日はもう3時で終わったのは間違いないわ。間違いない。なんなら2時だわ。ちょっと早めに。だろう。ぶっちゃけ。ぶっちゃけ2時頃にもう片付いてた。だろう。だろうお前。もう1人食っちゃうやんけ。一応9時。違うな。9時からだろ作業。9時からですね。9時から。9時から3時ですね。でも3時頃から作業してお前1時2時に帰れたら天国だよな。はい。マッチングサイトか、はい、マッチングサイトが今、はい、外壁のマッチングサイトが今
オープンして今職人さんだけ今登録正登録になっとるんで、はい、正規登録今で400社ぐらいになっとるのかな、はい、で盆明けだで今かで9月1日からは一般の人公開で、はい、まあ、ちょっともうちょっとアップデートを重ねてからもう本当にちょっと有料化も考えとるから、はい、まあ、それまではもうずっと無料で使えるから、はい、有料化になっても自動で有料になるとかじゃなくて無料会員、有料会員、そのVIP会員みたいな感じで3段階ぐらいにしようと思ってますんで、はい、まあ、まず無料で、まあ少ないと思うけどね、広告費とかかけてないから。あ、そうですね、9月1日からやっても自然検索で来る人だけこの YouTube 見て、ああ塗り替え道場で頼んでみようかなとじゃなくてね、愛知県じゃない人で塗装屋さんどっかいいとこないかなと思ったらこのアプリっていうかネットでね、はい、塗装のマッチングで探せるんで、まあ、ぜひ探してください。はい、お願いします。お願いします。お願いします。じゃあお前に、ま、合わせるわ。合わせる。あちゃあちゃ。あーっとマーク。最近動画できないので人のこと無性に殴りたいわ。暴力無性に振りたいわ。いやいやめっちゃくちゃ。最近おとなしくずっとおとなしくて。最近おとなしくちょっと。ずっとおとなしく。久々にあの話しまくらな。話しまくら。俺一番犠牲だよ。YouTube からさ。どういうやつ、なんかお前なんかこういうやつなかったなんか、ね、いや、そんなことやらんすよ。普通にまた見てんか。あ、また見てんすよ、俺。あれ違ったか。本当っすか、本当っすか。オープニングか、あれやるのは。あ、そうそう。スライド、なんとかカメって感じだ。あれやってない。最近やってない。やってないですね。あ、ほんと。やられたな。もう暑いでいくわ。ちょっとやるの、手熱いな。暑いですね。照り返しとかもすごいですよね。照り返し暑いんで。またねー。撤収でーす。撤収。